はいどうも、タクタクです。さあ本日はですね、次の日シリーズの新作が出ました。色欲というね、なんかまた第1章第2章みたいな感じで続くらしいんですけど、とりあえず第1章なのかな、やっていきたいと思います。もうすでにね、怖い歌とかかかってますけど、こちらね、スマートフォン版でも遊べるということなので、よろしければね、動画説明欄にありますのでご覧いただければなと、いや、プレイしていただけるかな、うん、プレイしていただければなと思います。はい、夢見てるは夢見てる、どういうことまあいいや、とりあえずニューゲームいきましょう。この今回ね、なんかマウスでもなんかできるみたいなので、大きな音が鳴ります。音量にご注意ください。ホラー表現が膨れます。苦手な方はプレイをお控えください。このゲームで使われた場所を探さないでください。二度と戻って来れなくなる可能性があります。はい、ということですね、気をつけましょう。で、今回はマウスで操作していきます。ん、おお、ちょっと変わったね。誰か人映ってたね。あ、これこの人、夢見てるさん。左に行けと。左に行くには、あ、なんかこれを押すんじゃわけじゃないんだ。こっちをクリックするとなんか行きます。ほうほう、え、誰かいる、なんだろう、後ろに翼みたいのがついているような気もするけど、ほう、なになに、あ、アイムシアンさん、この人が作られております。赤い目が赤いよ。こっちも赤いけどね。この画面外は？画面外はダメだ。はい。お、これじゃない、コンクリート打ちっぱなしみたいな感じのとこなのかな。お、お、パソコンのディスプレイ？モニター。モニターに赤い画面が映っている。はい。はい。何？この線、何？オープニングかな？ここよ、あなた。早く、はい。何？泡。なんか、うにょうにょしてる、うにょうにょ。何何、どうなった、ええええええ、どうなった、あら、裸だけど怖い何その感想、どういうこと、なんか池的な、池的なところなの、わかんないが映ってたのかな、今このモニターに。ネットの海に投稿された謎の動画、ノットファウンドの DVD シリーズみたいちょっとわかんないけど、どんなのかわかんないけど、タイトルは赤い糸の歌というのが今のやつだったんですね。それを聞いた者は画面に映る人魚に心を奪われてしまう。あ、人魚だったんだ今の。はいはい。全国では失踪者が相次いでいる。俺には理由が分かっていた。みんな人魚に引き込まれたのだと。ネットの住民はこの不気味な動画の出どころを調べ始め、そして一つの場所が特定された。うん、お、神社じゃん。それは人魚伝説などとは無縁の山奥の廃旅館。ほう。彼女はそこで死に、人々を夢の世界へ引きずり込んでいるのだ。あれ？なんか喋ってるのは男の人なのに、さっき映ってる人女の人じゃなかったか？気のせいか。夢見てるは夢見てる、色欲、なんだろう、このキラヨシカゲは静かに暮らしたいみたいな。あー、似た、あ、この人が夢見てる、テルさんね、グレーのボーカルさんではありません。記録1をクリック。あれ、どうなったの、
今記録できたのこれ。どうなったねえ、お兄ちゃん。あー、てるの、夢見てるさんの妹さんみたいですね、この人はね。まだつかないの？もうちょっとだろ、多分。夢見てる。俺は、夢見てる。名前がちょっと、なんと言ったらいいかわかんないけど、イケメンだよね、でもね。主人公はイケメンだよね。うん。今は亡き占い師、夢見ミミコの子供だ。はい。母は強い霊感で霊の場所を見ることができ、人々を災いから遠ざけた。そして俺にもこの力は引き継がれた。妹がいます。俺は人魚の霊に引きずり込まれた人々を助けるために妹のルナと共に廃旅館へ向かっている。いた。待てよ。夢見てる。夢見るな。夢見ているけど、夢見るな。どういうこと？妹だけ冷てえな。お兄ちゃんは夢見てもういいよと。夢見てると。妹は夢を見るなと。早く進めや。お母さん大丈夫？この、そのネーミングのチョイス大丈夫？テルとルナ。地図だとこの辺りのはずなんだけどな。うん。赤い糸の歌を聴いた失踪者たち。彼らは歌の魔力に魅了され、霊の見る夢へと引きずり込まれていく。うん。この人ですね、多分人魚は。人魚は霊となり、あの動画をネットの海へ流した。そして彼女の死んだ廃旅館へと人々を引きずり込んでいるのだ。そんなことができるんですね、霊はね。何でもできるから、霊は。はい、にゃん。にゃんこでしょうか。あ、猫がいるよ。おい。おお、猫よ、猫よ。かわいいよ、お兄ちゃん。目が紫だけど、あんま、まあまあ、かわいいってことにしておきます。野良猫だろ。目が怖え。かわいい。なんか足短すぎね。いや、わかんないよ。ちょっと白いからね。怖がってないか？ねえ、連れ帰ってうちで飼おうよ。お前すぐに飽きるだろう。絶対に面倒見るから。こういうくだりよく見る。よく聞くね。出た。ルナのわがままが。急に白黒になりました。ルナは言い出したら聞かないからな。話を合わせた方がいいかな。名前はどうするんだ？ルナって名付けようと思うの、お前の名前やん。は？なぜ自分の名前をつける？ルナがいいよね。え？今のニャンは？ルナちゃんの声？ほら、ルナがいいって。いや、今のお前だろ。あ。どっか行った。ルナ、どこ行くの？待て、その先危ないって。ルナー。なに、お兄ちゃん。お前じゃなーい。もうね、ツッコミどころ満載です。同じ名前つけるとこういうこと起きるからね。猫のルナだよ。廃旅館まで行ったら夢に取り込まれるぞ。そっか、大変だね。追いかけよう。仮に夢に、まあ、いいや。俺が受け継いだ夢見の家系の力。霊の作り出すこの世ではない場所へ入ることができた。おお。亡き母、夢見ミミコは、それを夢と呼んだ。ほう。入れるところをね、霊の作った場所がね、そこは夢なんです。霊の見る夢、人魚のいる廃旅館もまた死して見続けている夢の一部なのだ。ほう。第1話、人魚事件。え、これってもしかしたら浅見ゆきちょっと内田康夫さんのなんかそういう感じで、なんかいろいろシリーズ系になってる感じ。こういろんな事件をこう解決していくみたいな。ルポライターではないですけどね。お兄ちゃん、この先って？あの廃旅館があるはずだ。あの動画で特定されてた場所だよね。
さっきの猫ちゃん向こうに行っちゃったね。早く追いかけないと。うん。なんで浅見幸彦出したんだろうな。もこみち。あ、いたよ。あ、いた、いた、いた。ちょっと可愛く見えてきたな。こっちに来い。おばあちゃん何こ、おばあちゃんの仮の姿的な。今一瞬おばあちゃん映ったよね。歪んだおばあちゃん。あ、猫がなんか渦巻きましたね。どういうことだろう。消えちゃったっていうことでいいのかな。いなくなった。お兄ちゃん、今。ああ。何？海中電灯これ。今、夢の中に引きずり込まれたな。あ、もう、今もう夢の中に引きずり込まれてるのね。例の世界ね。要はね。猫ちゃんも引きずり込まれちゃったの？ルナも入っちゃったな。どうしよう。この先に人魚の霊が作り出した配慮感があるはずだ。一緒に行こう、ルナ。引きずり込まれた人たちを助けに行こう。うん。これさ、前作の主人公とか出てくんのかな。あ、この人で合ってるんだ。なんか女の人の横顔かなと思ってたけど、これあれだ、これがルナの横の姿なんだね。ね、失礼いたしました。じゃあ行きましょう。ルナじゃない、うん、夢、テルね、テルとルナ、テルがこっちね。決定キーでライトのオンオフ、キャンセルキーでメニューを開けます。キャンセルキー、あ、これだ。アーカイブ、ほうほうほう。決定キーでライトのオンオフ、決定キー、決定キーってどうすればいい。マウスでやってんだけど。エンターってこと。あー、エンターにすると消えた。キャでもつけると、あ、ち、ルナちゃんの声が聞こえる。聞けるからちょっともう一回やろうか。お兄ちゃんたらまでくださいよ、そこは。何の要求だよ。ちょっと、いいな、これな。はい、満足です。行きましょう。もう、黙って聞き入るっていう実況者います？はい、行こう行こう。何？誰？何？誰？なんか来た。鳥だな。鳥か。はい。まあ、サクサク行きましょうぜ。今回失踪した人たちってどういう人たちなのかな？多分、ネット廃人だよ。そういう動画を探すだけ暇があったんだね。人魚の歌に魅了されるのは男性だけなんだ。おお、なるほど。なるほど、なるほど。俺も呪いのビデオみたいなの好きですからね。そういう、ホラーネット配信がどんどんこう、魅了されていったと。人魚の歌って男の人にしか聞かないの。いや、どうなんでしょうね。なんか、人魚の歌、セイレーンとは違うのか。ああ、人魚の歌には男を魅了する魔力がある。そうなの。そういうもんなんだ。唐突にここで消してみようか。歌を聞いた男は恋に落ち、人魚を探し求めるようになるんだ。ほう。そういうもんなの？童話だったら素敵な話なのに。そうなの？なんかわかんないことばらけだって、だらけで。ちょっともう、慎重に行こう。おー、自動です。これ自動ね。この辺とかに来そうじゃない？ああ、なんもない。なんだよ、思わせぶりな。え、なんか出てる？植物かな、これは。木とかなのかな。ここだ。なんで妹連れてきたの？そういえば。ルーナ、怖くないか？平気だよ。お兄ちゃんが守ってくれるもん。危なくなったら逃げるんだぞ。うん。よし、入ろう。
そういえばなんでルナを連れてきたんだっけ。それちょっとあったっけ、そのエピソード。おい、夢見ルナ。4分11秒。ここに記録しました。ほー、といったところで、1話目はここで終わりたいと思います。これなんでルナちゃんはついてきたんだっけ？大丈夫？こんな危ないとこにテルだけでいいんじゃないのかっていう疑問があるんだけど、まあちょっとこの明日はね、これ探索するんで、またよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティ鉄卓ハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。